ディニクティス、またはディニクティスは、オハイオ州、テネシー州のデボン気候期から出土した、不死形目に属する絶滅した、巨大海生版が悪いの一つである。その大きさ、形状、生態的地位において、よく知られた属であるダンクローステウスに被験する、ものであった。原木祭は、不完全な頭蓋編とした顎をもととして1868年に、ジョン・ニューベリーによってなされたが、 それ以降今日まで不十分にしか知られていない。20世紀の大半にわたって、現在では、ダンクラスティウスやイーストミノスティウス、タイタニックシーズなどに再分類されている多くの無関係な大型節形類が本属に分類されていた。現在では、ディニクティスは模式種であるディーハーツリーのみを含む単形であると考えられている。同様に、以前は広い範囲の属を含んでいた。 ディニクティスカモ2010年の研究においてディニクティス族のみを含む探検とされている。ダンクローステウスの模式種はもともと本属の一種ダイネッキシーズテラリーとして1873年ニューベリーによって記載された。部分的にしか化石が発見されていない模式種 D ハーツリーとは対照的に20世紀初頭に保存の良い外骨格が発見された。 ダイネッキシーズ・テラリーはディニクティス族の生態復元の基本となっており、それはダイネッキシーズ・テラリーがダンクラステウス族の模式種として1956年にジャンピエール・レーマンによって分割された後も長らく続いた。その結果、ディニクティスと説明されている復元創造図のほとんどは実際にはダンクロステウスの復元創造図である。ありがとうございます。